4月18日、坂出警察署で行方不明となっていた高齢者を発見し救助したとして、工業産業株式会社技能実習生のツェデンダンバ・ガンツァツァラルさんと代表取締役の勝木一郎さんに感謝状が贈られました。贈呈式では初めに香川県坂出警察署長の正本浩二さんよりガンツァツァラルさんと勝木さんに感謝状が渡されました。ガンツァツァラルさんは令和5年3月8日の午前8時ごろ、通勤途中に高齢女性が側溝内で倒れているのを発見しました。来日してわずかだったガンツァツァラルさんは日本語が増えてで通報が困難だったため、急いで会社に向かい、社長の勝木さんに助けを求め通報に至ったそうです。前後ぐらいの時でしたので、服も濡れておりましたので、では思っております。ちょっと長くなりましたので、また通訳さんの方から後で。人として当然のことをしたとは思っていますし、ただ倒れ込んでた女性の方が、大きな怪我もなく無事救われたと思ったら何よりです。3月8日に おばさんが倒れちゃった、そのために助けてくれてと課長さんに言われました。今日は本当に嬉しかった。皆さんどうもありがとうございます。彼女がこう慌てているので何かなと思ってついていったら、女性が溝にこう落ち込んでたので、彼女がすごい早い対応してくれたので、すぐに発見できたんじゃないかなと思いますし、で私も溝にはまり込んだのを無理して出さずに、救急隊員が来られるまで声かけしながら対応させてもらったので、それも良かったのかなと思います。ガンツァツァラルさんはその後にも、人の命という一番大事なものを助けることができてとても嬉しい気持ちです。助けたおばあさんが今後も生きていけると考えるとすごく嬉しくて泣きそうになっていますと話していました。